自分の試合だからね。もっとここやんないと、ハンドリング上げて。もっとできる、みんなでもっとできる。勇気持って、勇気持って。今のままじゃ絶対相手強まってくるから、もっとレベル上げよう。絶対後半入りたい、入る、もう一回。入る、まだ入る。入り課題だからね。もう確実的に決めるよ、ラーボン。これからだ、これからだ、サッカーは。もう一回後半入りたい。入り、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 入り。チームのためにハードワークしよう。後半は。いざ。中で俺たちは連敗して、本当に
は苦しいと思う。でもこれもう下向いてどうズルズルいくのか、そのままズルズルいったら本当にプレーオフまで怪しくなる。これまだ全然自動昇格が諦めてないし、どこに10試合もあるんだ、絶対諦める数字じゃないから、下向いてでネガティブなことがあっていく方がよっぽどでチームとしてはマイナスになるから、今こそでチームとして求められる、それぞれがね、ここでどう踏ん張って、ね、最後の目標を勝ち取るかだから、まあ、今日の負けもね、リードした中で逆転負けだからショッキングな負けだと思うんだけど、ここで切り替えて立ち直ってやっていくしかないから、ね、また1週間後にゲームがある、ね、次、ね、今日こうやって、ね、申し訳ないみんなで選手ブリングされて、まあ、悔しいと思うし、ね、サポーターにも申し訳ないと思うんだけど、でもこれ返せるのは俺たちしかないから、結果で勝って結果でお返しするしかないから、ね、悔しい思いみんなもしたと思うしさ、ね、でもこれ、ね、本当に次ホームで勝つしかない、簡単じゃないし、ね、下向くのは簡単だけど、前向いて上向いて頑張りましょう。お前がそんなだったらチーム暗くなって絶対違うっすよ。キャプテンなんだからさ、もう次に向けて持ってやんないと。このメンバーでやれるのもあと10試合しかないし、ここでハーフ一番で
ウファーレン長崎の選手に来ていただいて選手交流会を開催いたします。拍手。出したとこに移動。これは普段やってるよねみんな、はいはい、大丈夫。じゃあトップの選手が普段いつも何気をつけてるかっていうと、じゃあ米田選手普段何気をつけてますか、こういうのやるとき。僕は自分の思ったとこに止めれるように。思ったとこね。思ったとこってじゃあちょっとごめん米、どこだろう。次のパスがこう蹴りやすいような。今こうやって三角形のパスが決まってる中で次蹴るとこあそこだよね。ってなったらボールがトラップをしっかり次のとこをイメージして置かないと、例えば今米田選手のこっちが内側に置いちゃうとダメだよね。次なかなか難しくなっちゃう。であと今米田選手みたいにしっかりオープン、選手トップの選手はオープンって開く、オープン、オープンのとこに置いて次のとこに出す。 OK。 じゃああとは田中隼人選手普段何気をつけてますか。次の出す選手に体を向けとく。体を向けとく。体が今松澤選手の方に向いてるんじゃなくて、やっぱ次の選手のところにおへそ、おへそが米田選手の方に向いてる。それを意識して米田選手もこうやっていいとこ置く。で次のとこに移動する。 OK。 じゃあそれを今トップの選手にパッパッパッてやってもらうから、パススピードも含めてトップの選手ってとこをちょっと見てもらうんで。 OK。 じゃあ行ってみようか。はい、こういいとこ置く。おへそもしっかり次のとこ向いてる。パススピードも見てね。ゆっくりのパスじゃないし、よう、ハヤト。ボールもバタバタしてないね。しっかり準備しよう、もらう前。おー、ナイスパー。ナイスパー。いいね、いいね、いいね。おへそ次のとこ向けて、次のとこにトラップ、意識して。オッケーオッケーオッケー。やったー。やったー。味方のボールは取らない。背番号35番阿部大成です。今日は、選手と交流して、たくさんのことを学んで、サッカーの楽しさだったりっていうのを改めて、確認できたと思いますし、選手も今試合になかなか勝ててないですけど、全員で、これから追い上げていけるように頑張るので、10年後、ピッチで立てることを楽しみにしてます。サッカーの楽しさを忘れず、これからも頑張ってほしいと思います。これからも一緒に頑張りましょう。今日はありがとうございました。お越しありがとうございました。今日は暑い中ありがとうございました。いつも選手たちから元気をもらっています。 J1 目指して頑張ってください。応援しています。ありがとう。行くぞ。オッケー、はい、行くよ。お兄さんみたい。行くよ。はい、チーズ。
いいね。ありがとう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 。サッカー頑張ってね。はい。ありがとう。頑張ってください。よろしくお願いします。なんかこう改めてなんかやっぱサッカーって楽しいなって、はい、もう本当ピッチから見てても思ったんですけど、どうですか実際に。邪魔あ、そうですね、やっぱ自分もちっちゃい頃ここで、まあ、こういう交流なかったので、やっぱりこの時代というか、まあ、この世代ちっちゃい時に選手と触れ合えるってことはすごく、まあ、貴重な経験だなって改めて思いますし、やっぱり選手からしても、まあ、ちっちゃいことやる、まあ、サッカー本当にサッカーの楽しさというか、まあ、笑顔を忘れずしてるので、まあ、そこはそうですね、すごくいいなというふうには思いました。まあそうですね、やっぱなかなか結果が出てない中で、まあやることは下さんも、まあ、みんなも共有できてますし、まあ、そこを最後のゴール前にすり合わせだったり、まあ、最後のクオリティってところは、まあ、各々、まあ、感じている部分はあると思うので、まあ、そこを選手同士ですり合わせれば必ず、まあ、得点だったり結果っていうところは必ずついてくると思うので、練習からやっぱり最後の、まあ、きつくなってきた時だったりっていうのは、まあ、質が落ちてきたりするので、そこでどれだけチームメイトと声掛け合ってやれるかっていうのがすごく大事だと思うので、まあ、そこは自分もそうですけど、まあみんなで声かけ合いながら、結果が出ない中でもやっぱり自分たちを信じてやるしかないかなっていうふうには思うので、まあ次勝てるように1週間最善の準備をしたいと思います。